スーパーシックセーボー試乗します。スーパーシックセーボーなんや。はい、ハイモット一緒やん。ハイモットの一番いいやつやわ。全然デザイン違うな。全然ほら見て、空気抵抗、エアロ形状化されてる。ノット、ノットハンドル、ノットステム。あの、カクカクしてる、うん、で、和風か、和風ついてるわ。スラムのレッドついてる、レッド、レッドとホログラム SL 12速や、12速です。100万ぐらい。怖、恐ろしい。9時半スタートの皆さん、ちょっと前の方に集まってください。グラベルのコースも用意しているので、トップスのカーブね、言われてお二人はそこでバンバン楽しんでください。で、あのエボン乗られてる方も、まあ、路面見ていただいて行けそうだなっていう方はこのエボでグラベルも走っていただいて大丈夫なので、あの一回そのグラベルロード入り口で止まるので、そこで路面状況を見て行ける行けないって判断してください。で、今回あの迂回路も用意しているので、これはもう怖いわっていう方は迂回路に行ってください。そしたら行きましょうか。はい、はい、で道の駅やっぱ車多いので、そこですごいゆっくり行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。乗れる方はもうここからスタートしちゃいましょう。ああ、覚えてる覚えてる覚えてる。ありがとうございます。名古屋だったんだ。そうです、名古屋で、ガイドとか修理とか広報やってます。はい。で、ちょっと妻と一緒に。はい。また後で、あのトップ、あの、あれもレフティーも乗りに来るので、はい。はい。試乗が終わったんですけど、まあ、私が当たったのが今スラムのレッドの E タップの12速のやつなんですけど、かなり良かったね。旧エボに乗ってるんですけど、それより硬い。今乗ってるエボはちょっと柔らかい感じしたんだけど、ガッチーってしてて、でグラベルも走ったんですけど全然振動吸収が良くて、後ろ、特に後ろお尻全然痛くないし、こういった砂利道だったら全然余裕で走れちゃう。もちろんタイヤも関係してるけど、太さとかカスタムによっては山仕様にもできるかなって思います。重量そこそこあるかな。このホイールもなんか転がってくれるって印象のホイールでした。じゃあ続きましてトップストーンカーボンレフティの試乗をしたいと思います。本命でございます。本命でございます。あ、もう次順番。はい、オッケー。じゃあもういいと思います。はい、ペダルはシマノ SPD です。シマノのマウンテンの方、そうですね。じゃあね、はい、
前後組み合わせ変えてますね、バイウェイと。そうそう、わざと。わざと。うん、これあの販売してるやつもこれで。あ、そうなんですね。販売してるこれで後ろ、ね、前グリップして後ろ転がり。後ろ転がり。うん。いいですね。ちょっと真似しよう。これ後ろもね。はい。30ミリ動くんで。これですね。金。そうそうそう。下げると、ここに当たっちゃう、うん、はいはい、あ、ピンのところで当たっちゃう、そうそうそう、だから短くしたやつを変えなきゃ、ファインダーが入ってるから中に落ちていかないように、バイク持っとかないように、はい、はい、はい、で、車輪位置で30ミリ動く、はい、で、ポイントとしては、まあここがしなるのはキャノンベル得意なところなんですけど、今回はね、これはね、もう押す棒みたいなもので曲がらない、うん、これは強く作ってやって、ここをね、押してます、こういう動き、うん、だから後ろがもうこう上がって、はいはい、こう後ろが動いてる、だからここの味付けをすごい考えます、上手にやってて、もちろんバイクサイズによってこれ幅とか厚みとかも違うので、で、ピン方はしなるなんで、ピン外すと結構ね、スン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 こう踏み動くっていうのが、キャノンベル昔からマウンテンバイクでスカルペルっていうことで、はい、ここがしなってベアリングを使わないっていう方法みたいなのが、まあ、ずっともうそれ2000年からやってるんで、その仕組みを採用するで、金属だと金属疲労っていうのを起こして破断してしまうんだけど、はい、カーボンは金属疲労しないんで、こういうのでずっと大丈夫だからここにベアリングが入ってる、実際動くのは5度しか動かないんだけど、はい、でもあるとないじゃん、もう落ちる、今回もダートの、区間がちょっとあるんだけど、もう金もがいてもね、全然気がする、やってみます、うん、あの刺すなかったらちょっと怖いからね、あもがくる、でもこれはガーッいけるんだよ、ただこれ操作としてロック手動で、止まってる時に手動でこうやる、ロックにすると本当にもうロードバイクな、ロードバイクカチッとなって、うん、ただこのオープンにしても通常ペダリングでは動かない、うんうんうん、あの味付けが マウンテンバイクのつけましたっていうのは全然違って、マウンテンバイクって初期からデコボコ拾おうとして、はい、結構動いてるんです、はい、マウンテンバイクで端っこがふんわ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 前ずっとこうなったんだけど、これはね全く逆のセッティングで、はい、ライドの方リンクキャノンベルジャパンの山本です、よろしくお願いします、と伊藤です、伊藤です、で今回はスペシャルゲスト中出選手と一緒に行きます、よろしくお願いします、こんなことないです、なかなかないと思う、あのもうあの決定していて、来年から EF プロ恥ずかしいチェーンを落ちてるにも入ることが決定していて、年明けからキャノンレールのバイクに乗って、まあ、世界で活躍する、これに乗りました、これで、はい、本当にこれに来年から4月から、いやこれみんないい思い出だよ、こんなことないですよ、本当にもう大暴れすると思うので、来年から、はい、もう絶対この顔、ちょっと顔見せてください、ちょっとおい、イケメン。ちょっと一緒に、あの試乗コース8キロなんですけど、大体30分ぐらい、はい、で全部もう中根選手に引いてもらおうその疑問点があったらどんどん質問してください、これスピードは変わらない、何でも答えれる、であと、彼案内する山本なんですけど、もともとプロの選手でマウンテンバイクの、全日本チャンピオン、現先週2年連続そうマスターズクラスですよね、はい、なので、例えばバイクサイズこれで合ってるかなとか、ポジションどうとか、どんどんいろいろね、乗る方の質問もバイク以外のものもどんどんしてくれたらなと思います、うん、であとね、欲しくなったら、そんなのとかそんなのどんどん聞きながらいろいろね、楽しんでいただきたい、あといくらバイクが気に入って買ったのかなと思っても絶対追っかけてくるみたいな、絶対逃げれない任せるもうその時は任せる、誰よりも早いんだ誰よりも早いんだ
なんか最弱なんで、ね、あ、そう この時期は変な気は起こさないよ絶対使わないまあまあそれは冗談ですけど、まあ、本当にね、バッチリ最高のセールされたバイクを用意してます。でね、あのガイドも日本一のね、スタッフ用意してますんで、本当に30分で、ね、怪我のないよう思いっきり楽しんでいただきたいと思います。はい、それではい、そしたら行きましょう。じゃあしばらく下っていきますね。中根選手の華麗な走りを見てください。はじめまして。はじめまして。僕よりも先に EF のチャージ切られてるんです。大丈夫です。ギリ。はい、いける。大丈夫です。ここで怪我されてもね。あ、大丈夫です。全部カズさんの選手です。よし、そしたらそのまま行きましょう。でも全然行けました。行けました。すごいこう優しい感じがしなかったですか。後ろがこうなんか衝撃吸収してくれてる感じ。そう、このエボ特にこの後ろがすごいこう柔らかくできてて、こういうのは下からの衝撃に対してすごく動くように作ってるんですよ。それでね、こう全部角が取れてる感じで乗れてたかなって思います。ね、気持ちいいですね。行け。手をしたいな、これ一番メンバーで。本当ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。本当に言う通り全然走ってて動かなくて、ちょっと手近いと沈むという。イベント小回りするときとか、こまめに止まるっていうときはやっぱロードを乗りますけど、なんでまあ両方とも乗ります。あと5キロ。最後の登りがきついですね。そうなんだ。一瞬ですけど。ワクワク。キャニオンも乗りました。キャニオンも今から空いたら乗ろうかなって思ってるんですけど。あとは時間が決まってるわけじゃないの。そうですです。もう事前にこれも含め予約してきたんで。そうですね。でもこんだけ長く乗れるのは本当に疲れたりとか。
最高のイベントですね。ラファーさん感謝感謝感謝みんな大好きラファラファ大好きラファ大好きラファ大好きみんなラファ大好きこれもねラファなんですよ。カスタムジャージですもんね。そうそうそう。自転車は4年目です。じゃあ、ちょっと自転車始めたんです。はい、僕今32歳なんですけど、若っ。35歳ぐらいだね。いやいや、ありがとうございます。私は34なんで、そんなこと変わらないですね。昭和生まれですか。若い、昭和最後の最後の昭和ですね。昭和最後の昭和。若いっすね。僕は20代だと思ってますよ。あ、本当ですか。それ、気を取ってください。もうそういう時点でもう年は昭和の女です。ハッシュタグ昭和の女でお願いします。自転車ってパワーだけとか、はい、筋肉力とかじゃないじゃないですか。やっぱり経験値と、そうですね、単にペダルを回すっていうシンプルな動作を。年齢関係ないですしね。そうですね。楽しいですね。うん、本当にどんな自転車もどんなスタイルも正解だし、はい、それをみんなが持ち寄るこのカルチャーが最高にかっこいいですよね。はい、なのでいろんなことに挑戦してトライアスロンバイクもいずれ、ぜひぜひトライアスロンバイクもやっぱ圧倒的にパワーが必要になるので、はい、パワーと体感と筋力が必要になってくるので、はい、せっかくトラスバイク乗るんだったらスイムもランも。そうですね。ランが心配ですわ。私もでもね、バイクもランも未経験からのスタートなので、はい、いかに無駄なく逆に脱水したりとか陸上部でしたとか経験があると、はい、昔自分の体の中に残ってる感覚を追い求めちゃったりとかするので、逆にね、本当に自分のペースで取れるので、大人になった感じのチャレンジって。なるほど。うん、真っ青な状態で真っ青なキャンパスに咲いていけるから、もう大人の皆さんって生活習慣とか古傷とかスポーツ系歴とか、はいはい、そういうので体を動かすので、もう癖作り、癖抜き、うん、っていう作業がやっぱコーチングの中で重要でもあり大変なところなんですね。うんうんうん、すごい綺麗に登ってます。登ってますね。通りで、でも私アウターで行く。アウター縛りの女。豪脚ですね。そうなんです。私らもカラーがみんなあるから、はい、私はスイムが得意なんで、もともと競泳からのカラースの転向なので、はい。上がってくるので、はい、でバイク、まあ、得意な方で粒でかっ飛ばして、はい、そこを広げてなんで後ろから来る人に備えるっていう、スタイルがね、自分のスタイルがあって、でもまた別の人もいるし、だんだん何人に勝ち速くなっていく人もいるし、もうバイクだけ翼が生えたように速い人もいるし、ね。ケン&マミです。ケン&マミ、はい、あれなんかさ、お家の中改造とかしました。あ、してます、してます。あ、見たことある。あ、ですか。それ昔のやつね。そう、あれはあります。なんか階段とか、はいはいはい、階段とかありますね。見たことありますよ。しっかりありがとうございます。ありがとうございます。いや、楽しかったです。今日はキャノンデールの、スーパーシックセーボハイモッドと、トップストーンカーボン LFT、 そして和風の、エレメントローム、これの三星との走行会、めっちゃ楽しかったです。合計30キロ走ったんですけど、また愛知県に遊びに来てほしいですね。これを企画したラファジャパンさんには本当感謝です。
はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。